キャピトルリーフ国立公園は、ユタ州南大部の米国の国立公園である。長さは160キロメートルで、かなり細長い。公園の設立は1971年、面積は979キロ平方メートル。年間を通して開いているが、最も人気の季節は5月から9月までである。キャピトルリーフ国立公園は、地元の特殊化である。 エフライム・ピー・ペクトルとジョセフ・エス・ヒックマンによって1920年代にウェイン・ワンダーランドと呼ばれた。色とりどりの峡谷、尾根、切り立った丘、石柱を保護している。ウォーターポケット集局と呼ばれる約 120km の長い隆起はサウザン・ドレーク山から南方にパウエル湖までゴツゴツした背骨のように伸び、公園の境界内で保護されている。キャピトルリーフは フレモント川近くの特にゴツゴツして壮大なウォーターポケット集局の一部の名前である。この地域はウォーターポケット集局場をフレモント川からプレザント川まで続くナバホ山岸の白いドームと崖多昭米国国会議事堂ビルのように見えるにちなんで名付けられた。地元の言葉のリーフは旅の妨げとなる岩の障害物を指す。わずか数十年前まで キャピトルリーフとウォーターポケット集局のある場所は、米国本土の固い舎の一つであった。1962年に、フレモント川峡国を通る舗装されたユタ州道24号線の建設によって、行きやすい場所となった。ウォーターポケット集局キャピトルリーフには、ウォーターポケット集局、すなわち6500万歳の近くのシワがある。この集局の中で、 新旧の地層が互いに S 字型に折り重なっている。このシワはおそらくロッキー山脈を作り出したものと同じ大陸プレートの衝突が原因でできたもので数千年もの長きにわたり風雨にさらされ侵食を受け岩石層と化石を露出している。公園は鮮やかな色をした砂岩の崖、輝く白いドーム、対照的な石と土の層で満ちている。この地域は ウォーターポケット集局場をフレモント側からプレザント側まで続くナバホサーガンの白いドームと崖田小米国国会議事堂ビルのように見えるにちなんで名付けられた。この集局は南北に走る障害物となり今日でもほとんど道路が通っていない。初期の開拓者は平行な通り抜けられない尾根をリーフと呼んだ。ここから公園の後ろ半分の名がついた。 1962年、この地を通る最初の舗装道路が建設された。今日では、ユタ州道24号線が公園を横切り、キャニオンランズ国立公園とブライスキャニオン国立公園の間を東西に走るが、起伏の激しい風景を犯す舗装道路はそれ以外には、ほとんどない。公園には、多くの峡谷、崖、塔、ドーム、橋がある。フレモント川は、 ウォーターポケット集局の一部に峡谷を切り開いているが、公園のほとんどは乾燥した砂漠である。眺めの良い自動車道が観光客をいくつかの見どころへと案内するが、その道は主要幹線道路からわずか数マイルしか伸びていない。数百マイルの歩道や未舗装道路がより冒険好きな人を同じく眺めの良い奥地へと導く。フレモント文化機のインディアンが 西暦1000年頃、キャピトルリーフウォーターポケット集局の北部の年間を通じて流れるフレモント川の近くに住んでいた。彼らは考えにより、レンズ豆、トウモロコシ、カボチャを栽培し、穀物を石でできた穀物層に貯蔵した。13世紀に、この地域のすべてのインディアンの文化は、おそらくは長期の干ばつのために、急激な変化を経験した。 フレモント人の入植地とダハタは放棄された。フレモント人が去った後何年もしてから、パイユート族がこの地に移り住んだ。これらのニューミック語を話す人々は、フレモントの穀物層をモキノコ屋と名付け、小人、すなわちモキ族の家と考えた。1872年、アラン・エイチ・トンプソンは、アメリカ陸軍ジョン・ウェズリー・パウエル少佐の探検に測量技師として参加し、 その地の調査時にウォーターポケット集局を横切った。その後、地質学者、クラレンス・ダットンは、地域の地質を研究するため幾度かの夏を費やした。しかしながら、いずれの探検もウォーターポケット集局をあまり詳しく、調査しなかった。それは、今となっては、信じられないほど洗練されておらず、許されないものであった。公園内にある、岩江南北戦争の後、 ソルトレークシティの末日聖とイエス・キリスト教会の人々はインターマウンテン・ウエストと呼ばれるロッキー山脈とカスケード山脈、シエラネバダ山脈の間の非常に偏僻な場所に伝道本部を設立しようとした。1866年、先住民を襲撃するため、モルモン教徒の準軍事遠征隊が西方の奥地にある谷まで侵入した。1870年代、 開拓者はこれらの谷に移り住み、結局は、ロア・フレモンと、ライマン、ビッグネルトリーの街を築いた。モルモン京都は、1880年代には、フレモンと渓谷に定住し、ジャンクション、ケインビル、アルドリッチの街を築いた。古歌は栄え、ケインビルは過労じて生き延び、アルドリッチは滅んだ。20世紀初めには、濃厚に加え、 石灰石から石灰が抽出されたり、ウランが採掘されていた。1904年、この地のウラン鉱床の採掘権が初めて主張された。その結果できたグランドウォッシュのオリアー鉱山は、ウラン鉱石を産出した。1920年まで仕事は大変だったが、フルータでの暮らしは悪くなかった。フレモント側の肥沃な反乱源では同時に10以上の 家族を維持できず、年を重ねるにつれ、土地の所有者は変わった。地域は孤立したままだった。集落は後に放棄され、さらにその後、いくつかの建物が国立公園局によって復元された。かつて石灰を生産するために用いられたキルンが、サルファー川の中とシーニックドライブのキャンプ場の近くで、まだ見られる。 たくさんある白いサガンドームのうちのいくつか地元のエフライムポーターペクトルは1921年ブースタークラブを鳥居の町で組織した。ペクトルは雑誌や新聞に送るための情報を供給し宣伝キャンペーンを行った。キャンペーンを行う中で彼は次第に義理の兄弟であるジョセフ・エス・ヒックマンによって支援を受けるようになった。ヒックマンは ウェイン軍高校の校長であった。1924年、ヒックマンはウェイン軍全体のウェインワンダーランドクラブを組織し、地域社会を宣伝の努力に巻き込んだ。同じ年、ヒックマンはユタ州議会議員に選ばれた。ペクトルはウェインワンダーランドクラブを受け継いだ、南ユタアソシエーテッドシビックスクラブの主催者に選ばれた。クラブは、 ソルトレークシティの写真家を一連の宣伝用の写真撮影に関与させるため150ドルの寄付金を集めた。数年間にわたり、その写真家 J.E. ブローダスマイナスはウェインワンダーランドを旅し、講演した。1933年、ペクトル自身は衆議会議員に選ばれ、ほぼその直後にフランクリン・ルーズベルト大統領に連絡を取り、 キャピトルリーフ地域の大半をなす連邦政府の土地からウェインワンダーランド国定公園を創設することを依頼した。連邦政府機関は予備調査と協会の評価を始めた。その間、ペックトルは政府の調査官を数多くの旅行に案内し、増え続ける訪問者をエスコートした。ブローダスの公園は効果を上げ続けた。ルーズベルト大統領は 1937年8月2日、キャピトルリーフ国定公園を設立する布告を行った。布告第2246号において、ルイズベルト大統領は、キャピトルリーフ地域の152キロ平方メートルを公園とした。これは、現在のユタ州道24号線の北約3キロメートルから、キャピトル号ジのすぐ近くの南約16、 キロメートルまで広がる地域からなっていた。世界恐慌の時代に新管理機関である国立公園局は人員を削減された。キャピトルリーフの管理のための資金は存在しなかった。このため最初の公園監督官が到着するのはずっと後のこととなった。新しいモニュメントはザイオン国立公園の管理下に置かれた。しかし、公園監督官の石の小屋と去る。 ファーガワ橋の建設と道路工事は民間主源局と公共事業促進局が行った。チャールズ・ケリーという名の歴史家兼印刷工はザイオンの国立公園局の職員をよく知るようになり、国立公園局のために公園の番犬を買って出た。1943年、彼は公式に無給の管理人に任じられた。彼は国立公園局が 初代の責任者という役職を提示する1950年までずっとボランティアとして無給で働いた。1950年代、彼はキャピトルリーフ国定公園はウランの探査に門戸を開かねばならないというアメリカ原子力委員会の要求を受け入れる国立公園局の管理者に心を悩まされた。彼は決定は誤りであり、 長期的には国益を損なうものだと感じた。後で分かったことだが、モニュメントには採掘するに足る十分な功績がなかった。ケリーが国定公園を保護し、規制を強化する追加的高級支援を得たのは1958年のことだった。すなわち、公園監督官グラント・クラークがザイオン国立公園から転勤してきた。クラークが来た年、 5万6千人の観光客が公園を訪れ、チャーリー・ケリーは十分に働いてこの年を最後に退職した。1960年代、国立公園局は急増する観光客の要求に応えるため全国的に新しい設備を設けた。キャピトルリーフでは、フルータの53のキャンプ場、職員向け社宅、新しいビジターセンターが建設された。 ビジターセンターは1966年にオープンした。訪問者数は1962年、フルータの近くのフレモント川を通る舗装された全天候に対応したユタ州道24号線が建設されてから急増した。ユタ州道24号線は約 16km 南のしばしば冠水した狭いキャピトル号自入マ車道路に取って変わった。 旧道はそれ以来歩行者用にのみ供されている。1967年、146,598人の人が公園を訪れた。職員も増加した。1960年代を通じ、国立公園局は古田とプレザント側の私有地の購入を進めた。ほぼ全ての私有財産は、自発的な買い手、自発的な売り手という形で、こういう財産となった。 保護主義者たちは、リンドン・ジョンソン大統領が職を辞す直前の1968年に、大統領に広大な公有地を公園にすることを守備よく、納得させた。大統領府告第3888号により、さらに870キロ平方メートルが国立公園局の管理下に置かれた。1970年には、キャピトルリーフ国定公園は、1 2 8 経平方メートルの広さになっており、サウザンドレーク山から南東にほぼコロラド川まで広がっていた。布告は地元では非常に物議を醸し、また増えた土地を適切に管理するには、国定公園の国立公園局の職員は不十分であった。ビッグホーン国定公園の大幅な拡張と観光資源の多様性は間もなく別の論争を巻き起こした。すなわち、 キャピトルリーフは国定公園ではなくむしろ国立公園となるべきではないかという論争である。日報案がアメリカ合衆国議会に提出された。ユタ州の会議員ローレンス・ジェイバートンは会員に法案を提出し 728K 平方メートルの国立公園と付属する 194K 平方メートルの高級的な複合利用が可能な。 国立レクリエーション地域を求めた。一方、アメリカ合衆国上院では、1970年7月1日に531号法案がすでに通過しており、そこでは9 3 0キロ平方メートルの国立公園のみが規定されていた。法案は25年間にわたっての放牧の段階的廃止を求めていた。1970年9月、 アメリカ合衆国内務省の当局者は、下院省委員会に約1 0 2 7トルの土地を国立公園のように供するよう申し入れると述べた。また、放牧の段階的な廃止期間は25年ではなく10年とするよう提言した。付属するレクリエーション地域には賛成しなかった。議会の行動は1971年後半まで終わらなかった。 その時までに第92回アメリカ合衆国議会は始まっており、第531号法案は支持を失っていた。新法案第29号がユタ州上院議員フランク・イーモスによって上院に提出された。この法案はキャピトルリーフ国立公園に4 2トルの公有地の追加を求めている点を除けば、基本的には 廃案となった531号と同じであった。会員で、ユタ州会員議員警官ケ警は、会員法案第9053号を、廃案となった、会員法案第17152号の代わりに、提案した。この頃には、会員の法案は付属の、キャピトルリーフ国立レクリエーション地域の構想を、取り下げ、継続的な放牧に25年の制限を、 設けるという上院の考えを採用していた。内務省はまだ国立公園を1 0 2 9キロ平方メートルとし、放牧の段階的廃止期間を10年にすることを提言し続けていた。上院の第29号法案が6月に上院を通過し、下院に送られた。その後、下院は自らの法案を撤回し上院の法案に修正を加えて可決した。上院は 会員の修正に同意しなかったため、アメリカ合衆国両院協議会で意見の相違について解決が図られた。両院協議会は合意文書を1971年11月30日に発表した。法律、ユタ州でのキャピトルリーフ国立公園の設立に関する法律は、リチャード・ニクソン大統領によって署名された1971年12月18日に、 広報92から207号となった。公園を含む地域は、かつて、ペルム期に押し寄せてきた、古代の浅い海の海辺であり、この海が、カトラー層を生んだ。カトラー層の最も新しい層、ホワイトリム層の砂岩だけが公園内で露出している。深くなる海は、炭酸塩堆積物を残し、海馬部石灰岩層を形成した。同じ地層は、 グランドキャニオンの南西を縁取っている。山頂期には川が赤茶のシルトを堆積させ、これが後にモエンコピ草のデーガンとなった。隆起と侵食が続いた。歴岩自体止まるた砂、泥、風に運ばれた火山灰がウランを含有する沈土層を形成した。ビジターセンターから見たキャッスルグレンキャニオングループの地層群はいずれも山頂期中期から 後期の乾燥が進んだ時期に形成された。この地層群には次のものが含まれる。サンラファイルグループは、古い順に次の4つの三畳期の地層からなる。ヒックマン橋側が再び泥と砂をその川床に、故障に湿地の多い平野部に堆積させ、モリソン層を生み出した。白秋初期には、類似の非海生堆積物が積もり、ダコタ砂岩となった。最終的には、 白亜紀回路がダコタサガンを覆い、マンコスケツガンを堆積させた。メサベルデグループはわずかしか見つかっていない。公園の東側の地区にあるに、3のメサを覆っている。白亜紀の終わり近くに、ララミ変動と呼ばれる作り山運動が、この地域を押し縮め、隆起させ始め、ロッキー山脈を形成し、公園内にウォーターポケット集局のような短車層を生み出した。 1000から1500万年前、コロラド高原の形成により、地域全体が以前よりはるかに隆起した。珍しいことに、この隆起は非常に均等なものであった。また、この時代に火山活動や岩脈と岩礁の貫入の形で火星活動が起こった。地域の水系が大幅に変わり、流れが急になったため、川は火放侵食の速度を上げ、場合によっては流れを変えた。 高新予の表記における、湿潤な時代には、侵食率は増加した。公園内の塔と、岩石層、キャピトルリーフ国立公園に、最も近い町は鳥居で、24号線沿いに、ビジターセンターの西8マイルにある。鳥居は、非常に小さいが、いくつかのモーテルと、レストランがある。公園自体には、大きなキャンプ場があるが、賑わう夏の週末は、 午後早い時間までにはしばしばいっぱ杯になる。公園内での泊まりがけのキャンプはビジターセンターの公園管理官の許可が必要である。公園ではハイキング、乗馬、ドライブなどができる。公園内でマウンテンバイクに乗ることは禁止されているが、公園のすぐ外には多くの道がある。ありがとうございます。